はいどうも、皆さんこんばんは、モッティです。さあ、今日もやっていきましょう。スプラトゥーンガチアグラ編パート2。ラピッドブラスターエリートデコ。ええ。いやいやいや、いよいよですか。いよいよラピブラ使っちゃうんですか。まあね。B バスといえば、ノバブラスターの聖地ですから。その B バスを、メタれる、ラピ。強いのかな？どうなんだろうな？ちょっと普段と動きが違うから、ヤグラ乗れないと思うんで怖いんですけど。まあ、頑張っていきましょう。ちなみに皆さん、頭のギア見てください。とうとう、揃いました。攻撃一点さん。いやー、多分ね、この動画が出る、まあ、ちょっと始めましょうか。ヤグラ編、ガチ、ハコフグ倉庫 B バスパークのエスプラ45からです。はい。この動画のね、一週間ぐらい前に出たんですよ。ツイッターで結構、出た日にパッと報告して、出たぜ。左の二つ注文でダウニーさんが持ってきて、残り一個開けたら攻撃だったっていう。33分の2を引きましたね。すごい確率ですね。何パーセントですか？大変ですね。わからない。頭が悪いから計算ができない。行きましょうか。いやー来た！はい、来ました。はい、来ました。カモ二つ。はい、ダイナモトノバカモ。ちょ、乗って。ちょっと待って。ああ、ワカメね。ワカメね。ビビった。なんであのバケツ、角一なのってマジで思った。怖っ。あ、それは。はい、ナイスー。違う。はい、ここ。これが強い。これがラピエリの強いところ。はい、はい。へえ、うまそれ。チャーが乗るのはちょっと予想外だな、さすがに。いや、それはね、考えてなかった。いや、いいチャーよ。あれはいいチャーよ、マジで。マジでいいチャーよ。ただ、ノバが、じゃあ、ノバがここにいるから、大丈夫。ノバがいる分には全然問題ないから。はい。いない。オッケー。これ待ちましょうか。これきついんじゃないですか、これ。いや、じゃあ、乗るなぁ。いや、ノリちゃんは強いな。これはノリちゃんはね、ちょっとさすがに俺まだ何もしてないわ。この武器で対策。いや、ノリちゃんはマジで強い。それは本当に強い。やばい、わかってる。マジでチャージャーわかってる。あの人は本当にわかってるぞ。やばいぜ。ごめん。全然当たんなかった。エムゴミだった。いやー、ちょっとすまん。全然仕事できてない。そこにしかもダイナモがいるからさ。そのダイナモをそのダイナモな、そこ寿司コラいるの分かってたから俺ヤグラ見てたんだけどな。くそ、マジで。全然だな。まずいっすね。まずいっすよ、これは。一回ちょっと作り直すのもありかもしれない。いや、これは、いや、強い。いや、ない。リンクがない。最悪のタイミングでリンクが切れる。ナイス。いいよ。ちょ、これ相手乗りチャーだったらこっちも俺が乗った方がいいかもしれない。よし、はい、これは知らん。よし、はい、じゃあ見てよ。進行方向誰もいないですけど、はい、メガホン。いやー、マジか。ちょっとそれはちょっと、あ、これやらかしたナイス。誰か後ろ見てあげて。よしよくやった。よくガロンやった。オッケー。これで俺後ろ見る。すごい、いいメガホンからの、いい連携からの。あぶねえ、ナイス、あぶねえ、カウントナイス。いや、綺麗。いや、ごめん、なんもできてない。ごめん、すまん。5-2がめっちゃかなり、最後の攻め込み5-2がマジでいい勝負でした。すまん。なんか全然俺は、なんか、いや、カウント見て、ヤグラ乗るだけだった。いやー、お疲れ。強。ちょっと、これは強い。この5-2は強い。すごい。いや、よくバケツと、じゃあ俺のミスカバーしてくれて本当ありがとうございますよ、本当に。いや、強いわ。やっぱ5-2さすがだな。さすがやね。
やああいう心強いゴーニーがいるとすごい前線の維持が容易だからトラックでいいよね。うん、なんかいいメガホンだったけどね。結構3連メガホンもまあ悪くなかったですね。一応合わせたんですけど、うまくこうダイナモに合わせられちゃいましたね。はい。ちなみにこれ感想戦ですからね、毎回言ってますけど。毎回言ってますけど感想戦ですからね。スプラローラーコラボ。怒るよ。もし、ロラコラ以外を持っていたら俺は怒るよ。君は心が揺らいでいるんだねと。君の意志はそんなもんなのかねと。怒りますよ。天才かよ。よし、行こう。なんだそれ。はい、行ってくれ。行け。なんでや。はい。はい。あー、リッターね、リッターね。リッターとチャーニ。リッターチャーニ。ちょ、出る。前、一旦出る。出るふり、出るふり。出るふり。出るふり。出ないわ。うー、後ろ取られてるー。裏取りの場がいる。やばい。やばい。やばいぞ。やばいかもしれない。大丈夫だ。守備回してて。そんなに攻めっ気たっぷりの、これ届くよね。届くね。届くね。届くね。ローラーがマジで動けないでしょ、これ。ローラーが動けないと思うんだよな。いやー、いや、代用吐かせたんだったらいい。いい。全然この代用マジで。全然いい。全然いい。全然いい。こんな代用いい。一切カウント進めながらマジ見たらよ。オッケー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 。これはラック、これはラック。でどうしようかな。ここ乗ってほしいね。乗れる。ナイスナイスナイス。いいよ。全滅ナイス。全滅ナイスからのここしっかり塗りながら、ありがとう。いや、いい動き、いい動きよ、いい動きよ。はい。でこっちスッと抜けて、はい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 、俺が気になってる場合ですか。俺が気になってる場合ですか。マジでここラスト、そこ。よしよしよし、いけるいけるいける。持ってる。ナイス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 。よし、あーごめん。よー、はい、残念でした。はい、残念でした、ローラさん。あ、そこは無理。そこは無理っす。だから最後まで矢倉から目を離さない。大事。マジで。マジで大事。ほんとに。矢倉を戻すっていう行為がどれだけ重要かってことを理解しましょう、皆さん。ヤグラは、乗る乗らないだけじゃないですよ。乗る乗らない、止める、戻すだから。いい代用、いい代用っすわ。は？あ、その後ろにいた。その後ろにいる。その後ろにいる。あれだな、切るだけは良さそうなノバだな、あれ。あ、やばい、そこに登られちゃうと結構きつい。やばいっすね。やばいっす、それ。やばいっすね。やばいっすね。いやー、終わったね。へへへ。もう、まあ、勝てないけどね、今のね。いやー、ちょっとチャージャーがこのマップでいるのが結構辛いな。いやー、まあ、チャージャーに関しては結構何もできないですからね、ラピクラね。まあ、しゃあないっすけど。ちょっと。ちょっと真正面見て欲しかったなぁ、ノバにはね。まぁ、ちょっと塗りには若干欠ける感じはするけど、いやでも、見て欲しかった感もあったなぁ。あのタイミングだけだったな。まぁ、あ、まぁ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 、その人のプレイスタイルがあるからね。まぁ、あれがハマれば強いから。裏がハマれば、あの、チャーニだったんで、その選択肢はなくはない。なくはないと思います。はい。ちょっとハマらなかったんで、結構って感じでしたけど。まあ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 。やっぱ、ちょっと、やっぱノバには厳しいんだよな。やっぱノバにはどうしても厳しくなっちゃうんだよな。どうしても。特にヤグラだし。どうしてもね。まあ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 いいでしょう。次行きましょう。次行きましょう。次行きましょう。楽しく行きましょう。いや、なんでチャーが両方向こう行くん？なんで両方行くん？マジで。結構辛いんですけど、それ。やっとのラピクラ界なんで。はい、はい、いい形になった。男。
あー、ちょっと止まった。ちょ、無理。お？お？あ、いない。これはやばいし、やばいし。引っかかったね、最後の最後まで。さあ、まずいっすね。微妙に役割が被っちゃってるのと、黒デコ。いやー、出れないなー。これ、デュアルと、デュアル黒デコは、結構、あとね、あれが刺さってないんだよね。ちょ、飛ばざるを得ない。あれ、いない、あ、落ちた。オッケーオッケー。降りたんならオッケー。オッケーオッケーオッケー、落とせばそれでいいから。よし、いいんじゃない、割といい仕事したんじゃない。これあとはホッカス、ホッカス、ホッカス、ホッカス。いやー、でもメガホンを向けることによって俺を絶対狙うマンにする。メガホンを前に向けたら多分俺のこと倒すから、そういうやつよ。やばい、これ逆転。はい、無理無理。いや、ほんとチャーチャーに対して何もできねえのかな。きついよな。なんだあれは。はい。はい。やったぜ。ちょっと塗られすぎてますね。でも、ああいう行動はちょっとよろしくないですね。ちょっと、あんまり、よろしくないかなって、俺は思うんですけど。さあ、ホッカスがいて、そこにホッカスがいるの。はーん！よーすげえ！やるじゃん。なになになに？なに今のバシューン？なに今のバシューン？ちょっと怖っ。なんかいた。なんかいた。ちょっとやばいっすねー。ちょっとちょマジ逃がしてくれない、このスコープ、このスコープうめえ。逃がしてくれない、ほんとに。いや、強い強い強い。はい。いやー、そこ出た、全然無理。それは無理、それは無理。いや、チャーの11でもきついけど、やっぱね、そうなんだよね。ノバはメタれるけど、それ以外のブラスターに対してはマジで弱いから。よし、もっと。結構きついっすか、マジで。ちょっときつくないっすか。ちょっときつすぎじゃないっすか。ちょっときついっすね。ちょっと謎にきついっすね。そんなに。いやー、マジか、それ。これマジか。いやー、ちょっとなんか辛いね。なんだろうか。いやー、まあまあまあ、俺がヤグラに乗れてないっていうのは多分絶対的にあるんだけど、カバーしきれてないのか。絶対それと僕は良くないだって。ちょちょちょ、ヤグラ乗ろ、ヤグラ乗ろ、ヤグラ乗ろ、ヤグラ乗れればだから。よし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 。とりあえずだから、これで、いやー、それ死んでるのかな。とりあえずこれで。まあまあまあ、どっちか。チャーおろす方が多分大事だから、チャーおろすで正解。いや、今のはチャーおろすで多分正解。正解、正解、正解。さあ、死んで、死んで。そっちじゃない！違う！そして、なんで前に出る！前に出る！なんで！このカウントでなんで前に出る！なんで！なんで！なんでこのカウントで前に出る！本当に！なんでなの！なんでなの今の！今の乗ってたら勝てる！おい！ちょ、マジで。おーい！なんで今出ちゃったの、それ。なんで出ちゃったの、今俺が乗る前にそれやったら絶対今乗って維持してたら勝ってたよ、マジ。
なんで前出ちゃったの。本当に誰とは言わないけど、なんでだよ。もうすげえ納得してる俺は。めっちゃ納得してる。なんで出たんだよ今。なんでだよ、キルデスじゃねえんだよ、ヤクザはマジで。全然勝ってんだろ、今の。あもうだから、もうだから、もうビーバスはノバ以外ないんですよ、選択肢、本当に。前のパートで言いましたけど。ないんですよ。マジで。いやー、嘘だろ、今の、俺の。いや、まあ、うまかったな。相手のチャージャーがうまかったな。うん、そう、次行こう。ちょっと切り替えてこう。切り替えてこう。そう、求めすぎ。もう、味方に対して求めすぎ。もう、味方に対して求め、そう、それ、それ、味方に対して求めすぎ。その通り。味方はやぐらに。みんなの家。まあ、ああ行こう。絶対乗った方が正解だと思います。はい、マジで。それ以外の正解何だろう。え？ああ、ナイス。あ、死んだな。なに、なに、ああ、そこで。倒してくれ。いいよ、いいよ、いいよ。いいよ、いいよ、いいよ。いいよ。いいよ、いいよ。いいよ、いいよ。いいよ。松本いいよ。松本いいよ。はい、抜けられてる二人に。はい。はい。はい。いいよ、いいよ。いいよ。いいよ。いいんじゃない ?10 まで進んだら十分じゃない？ここ、はい。はい、ゴロス。まあ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 。いい、いいのば、いいのば。それは結構いいのば。いいのば、いいのば。オッケー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 。いいよ、いいよ、いいよ。いいよ。いいよ。さあ、そしてですよね。逃げられた？どっち？前出た？ここでも押さえとくだけでも、だいぶ楽な気はするけどな。いやーそこまで入られてる。だよ。どっちもだよ。どっちもだよ。じゃあ、降り、あのね、最近の矢倉ね。いや、悪くない、悪くない、悪くない。悪くないけど、じゃあのね、降りてくれるから結構ありがたい。いやー、マジでさー、俺マジでほっと言いてー、マジで。マジで一個すげー言いたいことがあんだよな、マジで。あー。まあ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 押し詰めたまえ持っていくん持っていくん怒りを沈めたまえすげえ言いたいことがあるけどまあまあねまあそういうの含めて野良櫓だからそういうのが野良櫓だからむしろはぁ、あ、え、なにそれなんだこんなのナイスナイスナイスいい合わせ技いい合わせ技今のいい合わせ技いいよはぁ、あ、こわマジでいや、いいのばよいいのばよいいのばよいやーそのだから太陽はだからそのあーだからキルデスじゃねえんだよヤクロはマジであー無理ちょっあぶねうーわ最悪最悪いや終わった負けましたこれ負けましたねいやこれ勝てないかこれも勝てねえかいやそうかこれ勝てねえかこれ勝てねえのなこれはノバブチ切れてていいブチ切れていいと思うしまう俺もね結局、一番最初の、いや、でもあのカウント取ったので、だいぶ仕事はしたと思うんだけどな、個人的には。あそこ噛み合ったからね。
まあ、その後何もできなかったのは反省点ですよね。いやー、だからやっぱノバでいいんだよな、結局のところ。いや、結局だからそう、やっぱね、その腕前カンスト目指すんだったらもうノバでいいんだよ、本当に。本当に。マジで、マジで、マジで、マジで。マジで。本当にそれでいいんだよね。まあ。まあ、ヤグラはね、いいんじゃないか、もう何の武器使っても。ちょっと今日は足引っ張り気味だからあんまりこういうこと言えないけど。まあね、いろんな武器使って楽しむのが、スプラトゥーンなんじゃないかなって思いますから。はい。ラスト行きましょう。ちょっといいとこ、ちょっとの、なんかね、なんかいいとこあんま出せてないね。この動画で、そのラピエリの。ラピエリデコのね。ちょっとそこをどうにか意識して立ち回れたらいいなっていうとこですけど。結局チャージャーはこっちに来ないのか、今日。悲しいなぁ。その辺の運もねえなぁ。はい。これなぁ。無理で負けてるわけじゃない。そこに一個いるから、そこに一個いるのを、なんだったら、うわぁ、うまっ。まあ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 、まあ、うん。展開的には意味がなかったパリアです。まあね。ちょっと怖いな。ちょっと怖いな。ちょっとサイド取りたいっすね。マジ？それマジか。いやマジで。ちょっと取れないのわかんねんけど。ちょっとマジか。いやーきつい。それこっち？どかして、いいよいいよいい目が、いい目が。ごめん、ちょっと3発かかった。時間かかった。いいよ、ナイス3。ごめーん、ナイスありがとう。ちょっとダメだ、やっぱ。ラッピーエリは、きっつ。きっつ、乗れない。やっぱヤグラは乗ってなんぼや。もうそれが結論や。やっぱ乗れる武器やないとあかん。みんなもヤグラ乗れる武器使おう。ダメ。全然ダメ、マジで。ひどい。ひどすぎ。マジでひどすぎ。ひどすぎ。ありがとうございました。じゃあ、次のパートで、お会いしましょう。お疲れ様でした。いやー、ラピエリきつかった。